Welcome everyone to this evening's keynote by Tomoaki Uno. This lecture is part of our ongoing series featuring internationally prominent architects, designers, and thinkers who are at the forefront of design discourse and practice. Tomoaki Uno opened his office in Nagoya in 1990 and has created many beautiful buildings with a refined aesthetic and exceptional sensitivity to structure and materiality. The studio works in a range of projects from residential architecture to product design, working closely with a carefully selected group of artisans to create all the architecture by hand. 12 years ago, he published the book Visible Invisible, which commemorates the 20th anniversary of the office with a collection of photographs by Yutaka Ishigawa. And more recently, the Portuguese publisher AMAG dedicated an issue to the work of their office. Tomoaki Uno was unable to travel to be here with us live in person. We do thank him for pre-recording this lecture, and we hope that there's another opportunity for him to come visit us here in the Netherlands in the near future. Thank you. こんにちは、宇野智章です。今日はそちらに行けなくて本当に残念でした。皆さんと直接お話しして質問など受けて楽しいレクチャーをしたかったなと思いますが、今日は、そちらに行けなかった分、こちらで少し思考を凝らして、こちらでしかできないレクチャーをしたいなと思ってちょっと考えました。内容をちょっと話しする前に、今回話をいただいて、最初に思ったのは、このパンデミックの中で、オランダに行けるかなっていうふうな、少し懸念はあったのですが、デルフトと聞いて、日本だと今とっても有名なのがフェルメールの生誕の地ということで、僕もフェルメールの美術館に行くのが楽しみにしていましたが、またいつか、機会があったら招待してください。その時まで、頑張って仕事しています。今日は、どういう内容でレクチャーをしようかというと、今まで僕が作った仕事のところに行って、その場所で僕が感じたこととか思ったことを、筋書きなしで即興で話をする、それを4、5箇所、ちょっとまだ何箇所かは決めてないですが、4、5箇所巡ってそれを集めて一つのレクチャーにしようかなと思う。だから筋書きがないので、内容が結構被ることもあるかもしれませんが、それはお許しください。今日は、まず一番最初に、僕の事務所から始めたいと思います。僕のレクチャーをする前にちょっと、私の事務所の中を紹介して、始めたいと思います。私の事務所は、ちょうど3年前に引っ越しして、古い、70年ほど前の古い一軒家を借りて、2階が主に私の今事務所になっていて、1階は、ミーティングルームと、私がコンストラクションカンパニーをやっているという関係もあって、道具などが結構置いてあります。それって今娘が新しく仕事を始めようとしてて、事務所を、作っているとか、準備をしている部屋が一つあります。それでは今から、私の事務所を紹介したいと思います。どうぞ。玄関です。玄関に少しミスマッチなっていうか、ちょっと大きすぎる絵が飾ってあるんですが、これはうちの娘、次女が画家なので、その画家の
娘の絵を描いて、飾ってあります。娘に直接聞いてはないので、このテーマが、よくわかってないのですが、私はこれは、再生リボンだと思っています。リボンというテーマは建築家には必ず、ミッションだと僕は思っているので、設計事務所の玄関に飾るには、ぴったりないかなとは思っています。それでは次、ここ案内します。ここが今、長女がこれから仕事を始める場所で、事務所を作っているところです。ここは、和室です。で、こちらが、作業部屋でスタッフが、鍼灸や銅の加工をしたり、する場所です。で、こちらが、材料とか、電気とか、道具が一式置いてあります。で、ここはミーティングルームで、街中なんですが、ここに庭もついています。ここは一見住宅なので、お風呂もあって、インターンシップの学生や何かが、ここで寝泊まりすることもあります。ここがオフィスです。ここが汚いですよ、私の部屋です。今日初めに、初っ端に話そう、今思いついたことなんですが、話そうかなと思ったことは、僕が最も他の建築家と、違う点について、なんでそうなったのかっていうことも含めて、そのことを今日ちょっと話をしよう、ここで話をしようかなと思っています。僕が最もやっぱり一番他の建築家と違うところは、自分の設計したものを自分で作っているということだと思います。私は大学に入って初めて建築の専門的な教育を受けたのですが、もともと父親が左官職人ということもあり、幼い頃から建築には関わってきました。小さい頃は若い職人などがと同居してて、全くその建築家になるようなアカデミカルな雰囲気は家庭にはなく、職人の中で育って私自身も職人として育てられて、僕自身も職人になるつもりで生きてきましたが、いろいろ小さい頃から手伝いとかさせられたりして、職人のきつさっていうか肉体労働の辛さというのは十分よく知っています。だから逃げるようにして、高校大学と、進んだんですが、その頃には職人という仕事があまり社会的に恵まれてなくて、親もあまり私を職人にしたいしようという意思がなくなってきたので、ラッキーっていう感じで、大学を出た時点で、建築事務所に就職したっていう。私自身幼い頃からその、学習勉強っていうのはあまり得意じゃなかったので、どうもやっぱりその感覚的に、その特に一番記憶に残って挫折したのは中学校の時の代数のことなんだけど、X イコール Y とか A イコール B っていうよくわかんないイコールっていうことが全く自分の中で理解できなかった頃から、そういう感覚的に理解できないことっていうのは僕の中で受け入れられないことが多くて、それは大学教育の中でもずっと続いていたことで、後々僕はなんでそういうふうに思う、もともとがそういう人間だったのかもしれないけれども、僕は職人の中で職人の子として育ってきたっていうことがすごく大きいんじゃないかなって今最近特に思っています。それは職人っていうのはとても感覚的な仕事だし生き物なので、僕はなんかそれを知識としてよりも感覚的にやっぱり感じていたんだと思います。それが
大学教育でなんかあまり感覚を大切にされない教育が、まあ、中心になっていたので、まあ、僕自身もやはり違和感をずっと抱えながら大学を卒業して建築家にな、まあ、今のような建築家になっていくんだけれども、まあ、その違和感を埋めるっていうのが最初の実は目的じゃなくて、工務店を僕は自分で作り出したっていうのは、それよりも工務店を挟むことによって、工務店の事情とか工務店に現場の主導権を握られるっていうことが僕にとってすごくストレスだったっていうことです。やっぱり工務店が契約をすると工務店は経営をしなくちゃいけないので、やっぱりそこに建築家はなかなか責任を持てないので、建築家が何か現場でできることっていうのはすごく制限されています。だからそのストレスを僕自身解消したくて、公務店、僕自身が公務店となればそういうストレスはなんか自分の好きなようにできるんじゃないかなと思って、まあ、最初はなかなか工務店といっても、まあ、いわゆる自分の設計したものを見積もって、まあ、もちろん施工方法とかディティールも含めて全て職人を、抱えるというか、職人と付き合うというか、いい職人を知っていなくちゃいけないので、すぐにそういうことができたわけではないけれど、やっぱり徐々に10年ぐらいかけて準備して、やっぱりまあ、いい職人が周りに集まってきてくれたタイミングで、まあ本格的に、建築っていうか作ることを始めた。当初はまあ思惑通り工務店がいなかったので、まあ、自分の思う通りにある程度現場で変更もしながら作れたんだけど、まあ、この仕事で工務店をしだしてもう20年近くなって、今の仕事はちょっと当初と変わってきて、当初はやっぱり設計をちゃんとして、見積もりにしたように現場を収める、作るっていうことを、まあ、大切にしてきたんだけれども、最近になってやっぱりそれはちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思い、最近はまあもちろんディティールもちゃんと考えて、それなりにしっかり設計をして現場に入るけれど、今はどちらかというと現場で感じたことを即興的にその場で作る、まあ、限界があるにしても、そのようできる限り現場で感じたことを現場で作るっていうことを大切にしています。やっぱり建築家っていう仕事は設計図といういわゆるマニュアルを書いて、現場はその予定調和で収めるというのが、まあ、一般的な建築家のミッション。それはまあ今も変わらず、みんなそれは社会的な約束として、まあ、当然のようにみんなやっているんだけれど、僕はやっぱりそこにどうも違和感を感じてて、なんか予定調和で思った通り予想、決まった通りにっていうか、自分が、事務所っていうか机の上で考えた通りに作るっていうことに、何かやっぱりちょっと物足りなさっていうか、僕の中でリアリティがすごく欠如していることをすごくここ10年ぐらいかな感じてて、やっぱそこをやっぱ克服しようとして今に至ってるっていうのがあるかな。それがやっぱりその現場で自分の感覚に合った風に変え、まあ、作っていくっていうことは、まあ、図らずも僕が工務店をやってるっていう現場の責任も全て持ってるっていうことで、それが可能になってるっていうことがあって、それはおそらく建築家だけであればやっぱり到底できないことで、やっぱり現場で常に変えていくって、現場で思ったことを形にしていくっていうことを、もちろんクライアントには機能を僕は約束していると思っているので、機能が変わってしまうとか機能に問題があるような場合はクライアントに相談することは当然あるんだけど、その機能が変わらないというか問題がない限りはクライアントに相談することもなく現場で変えることがよくあります。
まあ、そういうふうに一期一会って、まあ、その時一回きりのその感覚、そこで思ったことを形にしていくっていうことで、なんか建築、そのリアリティっていうのが僕はすごく増したんじゃないかな。やっぱ建築家の仕事っていうのは図面を描いて見積もりをするっていうことで、誰が作って、どの工務店が作って、どの職人が作っても、の別に 極端な言い方をすれば、僕がいなくても実はちゃんとした工務店がいれば、そこで再現できてしまうっていうことは、それは建築家の仕事じゃなくてもいいんじゃないかなって僕は思っています。それは、まあ、僕でしかできない、その時にしか感じたことを形にしていくことの意味、価値っていうのは、なんかそこに僕がもう一つ大切にしているなんか普遍性のようなものがなんか宿るんじゃないかっていうふうに信じています。僕は父親から感覚っていう縦糸のような、なんていうのかな、僕の哲学っていうか大切なものを父親から学んだと思ってて、もう一つ僕の建築家として大切な普遍性っていうことは、母親から、それは僕の横糸になっていると思います。それは母親から学んだことだと思っています。僕の母親は、まあ、僕が生まれた時はすでに体が弱く、まあ、常に、床に伏せてたことが多くて、まあ、僕は母親がいつ死んでしまうかと思いながら ずっと幼少期を過ごしてきて、母親が、まあ、死ぬこと、まあ、死というものはあまり理解できてなかったんだけど、まあ、その怖さというか、その恐怖に常にさらされながらというか感じながら、まあ、あの学校に通ってて、やっぱり永遠の命みたいなものがに憧れたっていう幼少期でした。まあ、そういう影響もあって、僕は何か普遍的なものとか変わらないもの、そのリアリティのあるもの、なんか嘘っぽいものっていうのは、どうもなんかそのなんか命とつながらない、僕の感覚の中でどうも命とつながらないところがあって、やっぱり普遍的なものとか、リアリティみたいなものを常に求めてしまうっていうのがあります。それはもう確かに母親の影響が強くて、やっぱりその普遍を求める気持ちと、その感覚を大切にする僕の感性っていうのが、まあ、今まさに建築を作るときにすごく重要な、僕の中で柱になってるっていうか、それを、自ら作るという手法で、実現しようとしているっていうのが、今の僕じゃないかなって思っています。今日はここまでにします。今日聞きに来てくれた学生が将来何人建築家になるかは分からないけれども、私は、まあ、この仕事を始めて40年、設計事務所、建築家となって30年。もちろん建築を作る、建築のデザインとかそういうものにずっと悩み続けてき、た40年ですけども、設計事務所を建築家として独立して何かを作るっていうことに、まあ、悩み続けるっていうことももちろん重要なことなんですけども、それよりも僕が大切にしてきたことというか、結構関心を寄せてきたことは、誰に評価してほしいか、誰にどのように評価してほしいかっていうことを常に意識して仕事をしてきました。それは本当に建築家っていうのは、まあ、芸術家とは違うので、
必ずクライアントという人が存在する。そういう人たちに評価されなければ絶対仕事にはならないし、作る機会は与えられません。ただその人たちの意思がそのまま建築のデザインなり建築のコンセプトにダイレクトに反映します。でもそれは、来るクライアントをただ無条件に受け入れるということは、やはり自分の建築、作りたい建築をどこか作りたい建築とどこか矛盾してしまう、矛盾が生じてやっぱり壁にぶち当たってしまうんじゃないかなってずっと思っていました。それで僕は誰に評価してもらいたいかっていうことにいつも気を使ってたんだけど、その時に大学の時から授業でよく先生たちがコンペに出せとかよく僕たちを勧めてたんだけども、僕はなんかそこに違和感がありました。そのコンペを出してそれを評価する審査員を僕はやっぱり知らないし、コントロールやっぱりできない。それでやっぱりその審査員の好みとか審査員に評価されなければやっぱりコンペも勝てないということで、僕は本当にその審査員たちに評価されたいんだろうかということを実は学生の時からも思ってて、社会に出てからもやっぱりそういう思いが強く、事務所を始めて1回か2回コンペとかに出したことはあるけれど、まあ、当然落選はします。それでよかったと思うんだけれども、やっぱり違和感がある。もし評価を受けて当選したとしても、その審査員たちが僕の何を評価してるんだろうということにやっぱり自信が持てなくて、それで本当にうまく仕事ができたんだろうかなっていうのはずっと思っていました。だから、まあ、独立して 1,2 回コンペに出したけれど、もうコンペをに出すのもやめました。また僕らはよく賞とかに出すことを機会に恵まれますけども、その賞も僕はやっぱりあまり出すことにやっぱりナーバスになってて、その審査員、その賞を評価する審査員も僕にとってはやっぱり見知らぬ人で、何を評価するのかがやっぱり不安で、もし僕がその賞を取ったとしても、その賞を取ったということを評価する未来のクライアントがいたりすると、そのクライアントの価値観っていうのはその審査員の価値観とリンクするところがあるんじゃないかなって僕は思う。それはとっても僕にとって危険なことで、やっぱり僕自身の価値観とか僕自身を評価して、僕自身をダイレクトに評価してもらうことの方がもっと大切なんじゃないかなってずっと思い続けてきました。だからやたらにむやみやたらに何かショーに参加するとかそういうことも気をつけてきました。だから僕自身は今は全くそういうショーに対しても興味もないし、出すこともほぼないけれど、そのおかげかどうかはちょっとよく分かんないけれど、クライアントは少ないですが、やっぱり来るクライアントは僕の何を評価して来てくれたのかよくは僕自身は分かってはいないですが、打ち合わせの最初からとっても何か通じるところが多く、ほぼ相談してきてくれるクライアントは予算が合えばほぼ仕事をしているということが今の現状です。今世の中に多くの建築家がいて、まあアウトプットっていうか仕事の取り方とか、さまざまそれぞれの建築家のそれぞれのやり方でやっていると思うけれども、やっぱりその誰に評価されるってどのように評価されるかっていうことが将来のあなたの建築のデザインやコンセプトや作るものにダイレクトに影響するっていうことを強く今知っててほしいと思います。
誰にでもどんな形でも評価されればいいんだと思っていると必ず壁にぶち当たります。自分がやりたかったこと、作りたかったものが本当にそれなのかっていう疑問に必ずぶち当たると。だから私たちはクライアントとこうに出会うための自分の生き方っていうのかな、情報の出し方も含めて仕事の仕方を本当にナーバスに考えて行動してほしいなって思います。ただ僕のやり方を全面的に進めるっていうことではないけれども、まあ、もちろん僕のように仕事のやり方だともちろん仕事も少なくなるし、限られた仕事しかできないっていうことも覚悟しなければならないですが、ただなんていうのかな、満足いくっていうか充実した仕事はできる確率は高くなると思います。そういう意味でこれから大学を出て何人の学生が建築家になるかは分かりませんが、自分が誰に評価されてどのように評価されたいかはそのままダイレクトにあなたの人生、建築の人生に現れてきます。それを今回の講演で聞いたことを生涯忘れないでほしいなっていうふうに思っています。今日は相模ハウスに来ています。ここは5年前に完成しました。今日はここで僕の設計のオリジンと設計手法について少し語ろうかなと思っています。私が30の時に独立しましたけれど、やはりまだその時には今のような設計手法を確立しているわけではなくて、全くどういうものを作っていいのかを、まあ、本当に迷っていた時期です。まあ、もちろん好きな建築家は安藤忠雄さんやルイス・カーン、ミス・ファンデル・ローエなどいましたが、ただ好きなだけで自分のものを作る、自分がこういうものを作りたいんだっていうものは全くその時は思っていませんでした。でも、まあ、独立をするとたまにやっぱり依頼する親戚や友人などがいて、そういう時にやはり何をきっかけにどのようなものを作ったらいいかが全くつかめなくて、やむを得ず、僕の好きな建築家カーンやミースの建築をよく真似て作っていました。ただその時はやむを得ずやっていたことなんだけれども、真似ても真似てもやっぱり自分で真似られない部分がどうしてもあった。でも自分で何か違和感があるのかはよく分かんなかったんだけれど、まあ分からないながらも自分の中で、こうしたらいいんじゃないかっていうのを試行錯誤しながら、あの頃はとにかく真似ることに必死でした。しかしその違和感がを積み重ねていくことで、何か自分の中でその他者っていうか、そういう好きな建築家との自分との違いを何か、積み上げていったというか、それで自分を形作っていったような気がします。僕の中にやっぱり基本的に、曲げられないっていうか変えられない部分っていうのが、まあ、漠然とあの時は何なのかがよく分かってなかったんだけど、今はっきり、まあ、言葉で言おうとすると、普遍性とか感覚的なもの、それとかなんていうのかな、表現する自分はいない、自分の欲みたいなものを表現することにやっぱりすごく抵抗を感じている自分がずっといて、それを大切にしながら
今までやってきたような気がします。その手法っていうか、僕がやっぱそこに何に注目、一番興味を持ったかっていうと、やっぱりずっとディティールなんですね。それが最初の設計の頃から、とにかくディティールに僕自身は興味が集中してて、やっぱりディティールっていうのは、なんでディティールなのかって言われるとちょっと難しいんだけれど、ディティールっていうのは、物事の成り立ちを表しているからだと、僕は信じていたからだと思います。だから、そこの、いわゆる好きな研究家たちのマジックっていうのが、そこに必ず潜んでいるんじゃないかっていうふうに、僕は信じていた。そしてそれを、やっぱり再構築、僕の中ですることで、新しく、自分の中で作り上げていったっていうのが今まで僕がやってきたことじゃないかなと思います。そして僕がまた大切にしていることっていうのはやっぱり自然との関係っていうか人と自然との関係を設計することが建築家の仕事だと思っています。いわゆるその人と自然との接点、いわゆる接点を設計する、いわゆるそこにディティールがあってそのディティールをどのようにデザインするかが建築家の全てだと僕は思っています。結果はどうなるかわかんないんだけど、それをどう設計するかっていう思いというか、フィロソフィーが全て建築に反映するんじゃないかなって思っています。もう一つ、自分がなぜ自分自身を表現する、まあ自分自身を表現していることには違いないんだけれど、何かその欲みたいな、なんかものを、僕が見る第三者の建築を見たときに、やっぱり僕はそういうものを作りたくないなっていうのを常に思ってて、やっぱりもっと品性のあるものとか、品格のあるものを作りたいって思ったときに、僕がやっぱり関心を持ったことは、自分の命、自分の肉体を含めた命っていうものは何なんだろうかなっていうのをもうちょっと根本的なところに立ち返ってよく考えました。その時に読んだ本が日本の分子生物学者の福岡伸一さんの動的平衡という本だったんですけども、その本によると人間は2500日ほぼ約2500日経つと、骨も含めて全部、分子レベル、細胞レベルで全部入れ替わるっていうことを知りました。だから日々私たちは、あらゆる臓器なり、私自身の細胞が日々入れ替わってて、実は2500日経つと、約7年ですが、物体としての私は全く入れ替わって、っていうんですね。だから私としての実態というのは実はほぼなくて、私が私であるということをとどめているっていうのは意識でしかないっていうことを知りました。またその意識っていうのもとっても曖昧で、私たちはほぼ1日の24時間の中で、まあ僕だと睡眠時間が6時間だとすると6時間実は意識がない。だから物体としての僕は存在してても、意識としての僕は1日のうちの4分の1は存在していないということに気づきました。そしてその4分の3の中で僕は建築を作っている。その4分の3の実体のない私が建築を作っているということに僕は大変興味を持ちました。そしていつこの命が、まあ明日死ぬかも今死ぬかもしれない、この命は本当に確か、何一つ確かなものがなくて、何か今その欲求を満たしたところで、僕は自分自身の何か欲求を満たしたところで、それが何になるのかなっていうのを、そこに何か僕が求める普遍性みたいなものっていうのは何か見出せなかったんですよね。やっぱりもっと違うところに僕が求めているものっていうのはあるんじゃないかなっていうふうにやっぱ思うようになりました。そこで取った手法っていうか、まあ
僕が思ったことは、建築家っていうのはとっても意識的な職業で、その意識っていうのは、それを発した僕らの仕事って実は成り立たないんだけど、とにかく意識っていうのは、とにかく、ああすればこうなるという予定調和の中でしか生きていけない。というか、その中でしか仕事がして、できない。悲しさが思ってて、何かそこと命とのつながりってあまりないんじゃないかなっていうふうに、実はこの建築家っていう仕事をしながら、なんかその矛盾に苦しめられてきてきました。でも僕がその時、僕が頼ったのっていうのは自分の感覚だったんですよね。子供の頃はなんかもっと思いつきで生活をしてて、なんか何か計算ずくで何かをするというよりも、もっと感覚的に感じたり行動したりすることの中に何かすごく喜びとか幸福感を感じたような気がしてました。そういうもっと感覚的な仕事の仕方が何かその普遍性につながるんじゃないかなっていうのを思うようになった。なんでそれを思うようになったかっていうのも、それは僕の生い立ちがとても影響しているように思いました。僕の父は、左官の職人でした。私もその左官、職人になるべくしてやっぱ育ってきたんですが、やっぱり小さい頃から左官、職人の仕事を見ていると、建築家とは全く違った職業でした。それは、マニュアルなどが一切なくて、すべて道具を持つと自分の感覚で仕事をしていくというか、体の動きがそのまま造形につながるという職業なので、そこに何か意識的な行動っていうのはあまり感じられないというか、意識をしてこう動かそうと思って何かを作業をすると、職人の仕事はもうすでにそのタイミングでは遅いんですね。もう思った瞬間に道具が動いていては遅くて、思う前に道具が動くっていうぐらいの感覚的な作業、仕事が職人の仕事なので、僕はその幼いながらもその感覚的な仕事にとっても魅力を感じていた記憶があります。そういう僕が建築家という全く正反対の意識的な、まあ、僕らの仕事ってマニュアルを作る仕事なので、全く正反対の仕事をしているっていう矛盾に、僕はすごく悩まされてきたっていうのが、まあ、今でもそうなんですけども、その感覚的な、生まれ育った感覚的な素質っていうか、興味と、僕が今ついている建築家という意識的な職業のギャップっていうのは、僕の中ですごく凄まじく大きくて、それを本当に解消するために今までやってきたような気がします。やっぱりそのさっき言ったような矛盾とか違和感の中で、僕が感覚的なものにたどり着いたというのは、やっぱりそういう小さい頃からの育った環境によって、そういうものづくりになったのかなっていう気がします。今日はサコーハウスに来ました。
この家で後ほど10分ほどレクチャーをします。じゃあ行きましょう。どうぞ。話すことを今決めました。まあいつものことですが、現場で感じたことをまあその場で、スケッチして作ることが多いんですけども、やっぱりそういう予定調和じゃないことをまあこのレクチャーでもやってみようかなと思って、まあ何も考えずにこの場に立っています。まあそれで今日話したくなったことは、僕が最近よく口にする建築は素材で描く詩であるということをちょっと話そうかなと思っています。みんな学生だと思うんだけど、僕は学生の時に、まあ、同じような経験を今しているかどうかちょっとよく分かりませんが、僕は学生の時に常に感じていたのは、自分の考えたアイデア建築をまあ、図面化して、まあ、僕の頃は CG というのはなかったですけれども、パースなどに表現して先生の前でプレゼンテーションするんですが、まあ、どんな手を尽くしても僕は自分が考えたものが先生に伝わるという実感がまるでありませんでした。まあ、多分みんなも少なからず自分のイメージと二次元とか、まあ、画面の中で表されているものがぴったりな感覚を持っている人はほとんどいないと思います。そういう意味で建築家という仕事はそのイメージを、まあ、クライアントに伝え、まあ、なければ仕事にはならないので、まあ、必然の仕事ではあるんですが、やっぱりそこのギャップを僕は、ずっと埋められずにいました。それはまあもちろん学生のうちはなかなか、実際に作ることもできないので、できずに、まあ、社会に出てから仕事を始めてからそのギャップを埋めることをずっとしてきました。まあでも 長い時間かかって、いろいろな失敗やまあ痛い目にも遭いながら、自分が考えたものを形にしていくことで、まあ、自分のアイデアが身体化するっていうのか、頭の中で考えたものが、まあ、現実に3次元物体建築となって
表現れることを繰り返すことで、まあ、そのギャップっていうのはだんだん埋まってきました、まあ、建築家っていうのはそのギャップを埋めなければ僕はなんていうのか人を説得感動させられるような建築は作れないと思っています、例えば画家が絵の具で彫刻家は、まあ、木や石膏でカリグラファーは墨で自分の世界を生み出すわけですが、建築家は素材に寸法を与えることでこの世の中に自分のアイデアと僕は感覚をこの世の中に生み出す仕事だと思っています、例えばその感覚っていうのは何かと例えると、みんな、まあ、タングマザーだ、マザータング以外に、まあ、数カ国語喋れる人が多いと思いますが、おそらく詩を作ろうと思うと、マザータング以外は作れないのではないでしょうか。それはなぜかというと、他国語、他の外国語だとその言葉の質量感、まあ別名クオリアとも言いますが、質量感をなかなか掴むことが難しくて、自分の感覚と言葉が合わない、しっくりこないから、やっぱり詩とか小説になりにくいと思います。それは建築にも言えることで、建築のいわゆる建築家、僕は建築の言葉、詩の言葉というのは建築の素材だと思っています。その素材の質量感、クオリアみたいなものを自分の中で身体化するというか、感覚を合わせて、合わせないと、そこに寸法を与えたとしても、やっぱり自分の感覚とずれてしまう。建築家はそれではダメだと思います。やっぱり建築家は自分、素材に、素材に寸法を与える、まあ寸法を与えるっていうのももちろん感覚なんですけども、その与える寸法とその素材の、持つ自分の感覚をミックスして初めて建築が生まれるっていうのか、そこのデザインというかセレクションが建築になっていくっていうことだと僕は思っています。だからみんな学生でこれから社会に出ていくときに、そういうことを意識して自分の感覚と素材とを、まあ自分の合わせていくっていうのかな、そういうことを意識してこれから仕事をしていってほしいなって思います。まあ一つの僕の方法として、仕事をしている中で、まあ編み出したというか考えて今結論に達したことが実はあって、学校にいると、まあ、課題や何かで模型とかを先生に、まあ、授業で、まあ、作ったり作らされると思いますが、実は僕はほぼスタディ模型とかは作っていません。クライアントにプレゼンテーションする模型さえも今は作っていません。それはなぜかというと、模型を作ると、自分の空間認知能力が多分落ちると思っているからです。
よく車のナビゲーションを使いすぎると、自分の頭の中に地図が描けなくなるように、やっぱり模型とか CG とか、何か別の、感覚を、で空間を認知しようとすることを、習慣的にすると、建築家として大切な能力をとても失わせるというか、減退させる要因になると僕は思っています。その確信を得たのは、やっぱり僕が京都とか奈良に古い建築を見に行くことがよくありますが、その古い建築を見ると、その古の大工たちの建築は全て美しいっていうか、バランスが取れてて、もう完璧なんですよね、うん。もう明らかに今の日本の建築家というか、まあ、現代建築に比べると、そのバランスというかセンスは、格段の違いがあると僕は思っていました。それで、古の大工たちはみんな CG、もちろん CG はないし、模型も作っ、まあもちろん原寸の模型なんか作るわけもないし、模型も作らない。まあ部分的な、収まりとか、木組みというか、その、コネクションの部分は、まあ、作るにしても、全体のバランス、感覚っていうのはもう、彼らの体の中に染みついてて、もうそれを形にしていくっていう、ことに尽きてしまうんですよね。それはやっぱり経験とか体験の中でしか養えない能力というか感覚だと僕は思っています。だからこれから建築家を目指そうとするみんなはできる限り自分の感覚を現実に近いもので養うこと、そしてそれは形だけではなくて素材を含んだ素材の質量感、クオリアを同時に持った感覚の空間の中で自分の感覚を養っていってほしいなって思います。決して CG とか模型とかに頼って自分の空間を、まあ、作らないでほしいな。それは自分が見た CG とか模型の空間は錯覚ですから。それは実物とは全く違うものです。だから実物で常に自分の感覚を養ってください。私は建築で最も大切なことは史上、いわゆるポエティカルなことだと思っています。そこから生まれる、日本語で言うと情緒、まあ、英語に訳すとアフェクティビティって訳せるかもしれないですけれども、そういうものだと思っています。やっぱり多くの、まあ、これは主観ですが、多くの現代建築は何かコンセプトという仮説を立てて現場で実証実験をしているようなふうにしか僕は思いません。それは何か、そしてそれは何か、その建築自身が詩とか小説のような何かアフェクティビティを持っているものではなくて、何かレポートの事実の羅列でしか僕は感じられなくて、ほとんどの建築、現代建築に僕は魅力を感じていません。それはおそらく、まあ、大学のレクチャーで言うのも、申し訳ないことなんですけれども、やっぱり研究室の研究の延長線上でしか建築が語られてないっていう現実があるからではないでしょうか。やっぱり建築っていうのはもっとポエティカルでアフェクティビティを含んだ持ったものであるべきだというふうに、決して現場の実証実験でもないし、それによってできるレポートのような事実の羅列のような建築、まあ、いわゆる論文ペーパーですね、のような建築であってはいけないと僕は思っています。
みんな、まあ、卒業して社会に出て、建築家、もし建築家になる人がいたとしたら、建築のアフェクティビティ、自分が生み出すアフェクティビティって何なのかっていうことを、なんか意識して設計してもらえるといいな。そうするとなんかもっと面白い現代建築って多くなるんじゃないかなって思います。ここでの講義はこれで終わります。ありがとうございます。今日は川名山ハウスに来ています。私が、施工をやりだして最初に壁にぶち当たったことが5つあります。それは、まず予算がない、時間がない、収まっていない、やる気がない、技術がない。この5つのないにいつも悩まされていました。その最初の3つの予算がない、時間がない、収まっていないっていうのは、まあ、明らかに私の計画の稚拙さというか、まあ、設計のまずさから、まあ、起こることなんですけれども、やる気がない、技術がないっていうのは最初の頃は職人のせいだと、職人のが原因でそういうふうになっているとずっと思っていました。でもずっと職人のせいにしていたらいつまでたってもそれが解決できるのに、結局ある日、これは全部自分から発生したことではないかっていうふうに思うようになって、全てその5つの内容を解決するために設計の仕方を全部変えました、最初からクライアントに話すときに、まあ、あまり予算がを低めに言わない、まあ、期待値で言わない、それと時間は、まあ、あの施工のこと、技のことが分かっていれば大体どの程度時間がかかるかっていうのも、まあ、経験値で分かるようになる、まあ、収まっていないっていうのは明らかに自分の経験不足と知識不足なので、その辺は、まあ、自分で勉強するしかない。あとやる気がないとか技術がないっていうのは基本的に職人、そういうやる気のない職人とか、まあ、技術のない職人を僕が選んでるっていうことの基本的な間違いがあるので、そういうことも改めたっていうことがあります。そういう職人をもう集めるのに10年近くかかりました。まあ、ある程度目処が立った時に、僕は、請負い建設工務店として、まあ、契約するっていうことに踏み出しました。まあ、そこで、まあ、良い職人、まあ、いい職人と仕事をするっていうのはまたそれなりに難しいところがあって、いい職人っていうのは、まあ、耳障りのいい言葉っていうのはほとんど通用せずに、まあ、僕が本当に誠実に嘘をつかずにまっすぐに自分の建築愛っていうのかな、こういうものが作りたいんだっていうことをまっすぐぶつける以外に、なんか方法がなかった、いろいろやったけど方法がなかったような気がします。そして、まあ、彼らと仕事をしてて守らないといけないことは、まあ、2つあります。それは約束を守るっていうことと、やり直しをさせない。それらはまあ言葉だけではなくて全て行動で示さなければ彼らには彼らの信頼信用は得られないということです。そして私が現場をやりだして、自ら施工をしだしたもう一つの要因に、セレンディピティを引き寄せる。セレンディピティっていうのは現場での幸運なアクシデントのことですけども、それを自分の現場に引き寄せるっていうことです。それは僕にとって僕の現場にとっては神様から贈られたギフトだと思っています。そのアクシデントがを建築にしようとすると、やっぱり自ら責任を負って
受けようしなければなかなかそのアクシデントに対応できないっていうことがあって、やっぱりそのギフトを建築にするというか、実際に完成してクライアントに提供するっていうのは僕が、まあ、受け負ったからできたことだと思っています。そしてまあそのギフトが必ずしも建築にならない時もある。その時の、まあ、クライアントに対する保証というか責任を取るためにも僕はやっぱり受けようということを選択しました。そして僕はこの建築を受けようということの最大の理由はやっぱり自由を勝ち取るっていうこと、建築を作ることによって自由を勝ち取る、得るために受け負ったっていうことがある。でも、まあ、責任を負って受け負うっていうことをやれば自由が得られるかっていうと、実はそんな簡単なことではなくて、クライアントからの信頼を得られなければやっぱり受け負ったからといっても自由を勝ち取ることはできなかったと思います。結局その責任とクライアントからの信頼、まあクライアントだけではなくて職人からの信頼がなければ私の建築家としての自由は実現しなかったように思います。今日は徳川町のゲストハウスに来ています。今までは筋書きなしでその場で思ったことを語ってきましたが、今日は最後の訪問の場所で、書いてきたものを少し読もうと思います。それが私の今回のレクチャーの最後のメッセージにしたいと思います。それは、私が日頃最近思っていることと、もう以前からずっと思っていた建築とはどうあるべきかということについてちょっとお話しようと思います。まず最初に、私の建築の理想の12の項目について読み上げます。1つ、革新的であること。2つ、健康的であること。3つ、美的であること。4つ、寛容であること。5つ、静謐であること。6つ、端正であること。7、普遍的であること。生き物のようであること。9、より自然に近いこと。10、簡素であること。11、機能的であること。12、情緒的であること。これらが私の建築の理想です。そして私が最近大切にしていること、思っていることを少し書いてきました。まあこれは自分に言い聞かせることでもあります。だからまあ特にこれの答えがあるというわけではなくて、これを聞いてみんなで、聞いているみんなは自分なりに答えを見つけてほしいと思います。空虚な精神は表現を饒舌にする。だから建築は信念によるものだ。自分を真似てしまうことは他人を偽り自分を偽ることだ。
自分に対する正直さが建築を輝かせる。人類が創造した建築に貫かれているプリミティブな美を探し求める。独創的であるよりも自由でありたい。そして欲求をどれくらい一つに集中できるか、それが創造の瞬発力を生む。これからみんなが建築をどのような形で作っていくかは分かりませんが、まあ少しは記憶に留めておいてくれるといいと思います。今回のレクチャーはどうでしたか？5軒の家を回って思い思いのことをお話ししてきました。本来であれば、この後質問を受けたいところですけれども、今日はそれも叶いません。今思うのは、今日来てくれた学生たちがいつか私が嫉妬してしまうような建築を作ってくれることを期待しています。今日は本当に来てくれてありがとう。それじゃあまたいつか。さようなら。